S&WM36 は、スミスウェッソン社が開発した回転式拳銃。1950年の発売当初は、チーフスペシャルと称されており、モデルナンバー制度が導入された後でも、通称として残っている。1940年代、S&W 社の技術人は、38スペシャル弾5連発のポケットリボルバーの設計に着手した。 当時、同社には、すでに小型リボルバー用として、i イフレームがあったものの、これは、38S&W 弾用のものであり、強力な、38スペシャル弾の使用に耐えるものではなかった。このことから、i イフレームを元に拡張して、j フレームが設計された。そしてこの j フレームを用いた初の拳銃として、開発されたのが、本銃である。この新しい設計は、 1950年の国際警察所長協会の大会で公表された。この場で行われた投票に基づいて、製品名はチーフスペシャルと決定された。なお実際に M36 というモデルナンバーが付与されたのは1957年頃であり、それ以前の生産分についてはプリ・ M36 と通称される。上記の通り、本中では、 J フレームが採用されており、5連発のシリンダーが用いられている。エジェクターロッドがやや短いため、押し込むだけでは完全にハイサやされないことがある。重心下部にはそのエジェクターロッドを前方から押さえる簡易的なフロントロッキングが備えられている。基本的なトリガーメカニズムは従来の動車性リボルバーと変わらないが、ハンマースプリングに板状のリーフスプリングではなく、 信頼性の高い鶴巻状のコイルスプリングを用いている点が特徴的である。トリガーアップルはダブルアクションでは約 7kg、シングルアクションでは約 1.6kg である。リアサイトはフレームトップに彫られたスリットのカニ型。照準の際に上下左右の調整などはできないが引っかかる部分が少なくホルスターから抜きやすい。グリップは ラウンドバット、スクエアバットの2種類で、ラウンドバットのものは細身であるため、握りやすくするためにグリップアダプターを装着することも可能。本銃は1950年の発表以降、長期間にわたって生産されたことから、順次に改良が重ねられている。1999年、通常の生産ラインからは外されたが、2001年には、 レディスミス仕様をもとにインターナルキーロックを導入した M36 から10が発表された。またその後もこれをもとにした特別仕様が若干数販売されている。本10は J フレームの発量産銃0だったこともあり非常に多彩な派生型が開発された。M60 から10コンベンショナルな M36 が炭素構成であるのに対し下記のような素材を採用したバリエーションがある。 M642 グリップセフティは省略されている M49 センティニアルシリーズボディーガードシリーズありがとうございます